はい、どうも、カッパ院長です。じゃあ、この動画ではね、この死刑執行へのこの反対のお話ですかね。死刑制度反対のお話ですかね。加藤容疑者じゃないや。ね、加藤死刑囚のこの刑が執行されたじゃないですか。秋葉原で暴れたやつ。ね、うん。それに対して、例えば、そうだな、東京新聞のこの望月磯子さんとか、あとはまあ、いわゆるこの人権団体、ね、人権派弁護士とか、まあ、日弁連とかもそうだったかな。うん。まあ、けしからんと。ね、うん。世界中で日本だけだ、なんていうこの嘘までつきながら、ね、この死刑執行、死刑制度自体にまあ反対してたり。まあ、あとはまあ、個人レベルのこの活動家って言われるような人たちが、ね、ブー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 湧いてるんですけど。まあ、結論から言わせていただくと、まあ、僕はもう常日頃からね、そもそもこの死刑に限らず、日本はもう刑罰が、ね、もう法曹界が毒されすぎちゃって、ね、犯罪を犯したやつに甘すぎると。刑罰もっと厳罰化しろと全般。まあ、例えばこの殺人とか強盗とか放火、ね、うん、まあ、昔から言われる、いわゆるこの三大重罪っていうんですかね。うん。これですら、なんかこう、なんか細かく見ていくと甘いし。で、それに頭張る人間を、ね、なんとかして、こう、なんかこの、うん、トーンダウンじゃないや。なんて言ったらいいんだろう。刑を軽くしようとする。あるいはもう、なんかその容疑者、ね、この犯人を、ね、手厚く手厚くみたいな、守ろうとする、この動き。ね、うん。もう、それもけしからんし、うん、あとはまあそうだな、その3つ以外でもこの、例えばこの詐欺とかも、ね、もっともっとこう厳罰適用することできないのかと、ね、この死刑だったり終身刑だったり この適用っていうことですよね、うん、いや犯人が憎くてとかじゃなくて、ね、この抑止力、うん、抑止効いてないと思うんで、うん、このままだと、ね、詐欺なんか特にそうじゃないですか、ね、この例えばこのとっ捕まってこのぶち込まれても、ね、何年かすればこの出てくる、ねまあ、何年かまずい飯食わされても、それでも儲かるから詐欺った方が得みたいな、そういう状況をいつまでも許すべきではないっていうね、そういうつもりで、うん、もっともっとね、そんなね、このとんでもない犯罪なんかに手を染めたら一生棒に振るっていうのを、もっとなんかこう、拡大してとは言わないな、ね、もう広く、もう日本、もう残念ながらこのね、日本国内でもう性善説なんてもう適用しない、適用しないじゃない、通用しない、そういう社会になっちゃったんで、もうなんか昭和とかそれ以前と比べたらもう明らかに違うじゃないですか、ね、ドイツもこいつもてめえさえ良ければ、ねまあ、僕なんかが偉そうに言うあれじゃないんですけれども、だからこそやっぱりこの人の道を踏み外したやつらは容赦なく、ね、この罰する罰せられる、ね、そこはやっぱり厳しい社会にすべきだと思うんですよ、うん、そこでやれなんかこうね、なんか死刑制度に反対とか、ね、意味が分かんねえよとね、だってこんなもう重罪をね、この、だって例えばこの加藤死刑囚、ね、何やったんでしたっけ ?19 人死傷者出てるんですよね。しかもなんか、当然命奪われて、ね、もうなんか犠牲になった人、ね、そうなってもおかしくない事情とか理由なんて何にもなかったわけでしょ?うん。いや、もうなんかこう終身刑とかこの無期なんていうのはさ、ね、うん。僕はもう必要ないと思います。なんでこのわざわざ税金で賄われてる施設に収容して、ね、飯まで食わしてやらなきゃならないのか意味がわかんないんで。なんだもう取り押さえるその場で始末しても僕はいいと思いますけどもね、こういう凶悪犯罪は。うん。あとでなんかこうね、いやらこうなんか精神鑑定だなんだかんだってわけのわからんことごねて、ね、時間ばっかかけてさ、うん。で、この刑が確定してからも何年も何年もね、この刑務所で、ね、税金使ってこのね、このなんかこう食わしていかなきゃいけないなんて、もうことごとく時間も何もかも無駄にしているんで、うん、もうその場で決着つけるように、うん、変えてもらいたいぐらいですよ、僕から言わせれば。ね、それで死刑制度に反対とか、もう言語道断、論外ですよね、僕から言わせれば。それでも足りないぐらいですよ、本当に。でまあ、なのに、ね、例えばこの加藤、なんだろう、智弘死刑囚だったかな、名前は、再審請求中だと。で、人権団体が明らかにして、何が再審請求中だとよな。冗談じゃねえよ。うん、で、まあ、これ、秋葉原が舞台のこの殺傷事件ですよね。うん、加藤死刑囚の刑が執行されたことを受けて、ね、人権団体、アムネスティ・インターナショナル・ジャパン、うん、ここももう閉じろ。うん、まあ、26日、東京都内で記者会見開き、ね、何の記者会見なんだよな。
で加藤死刑囚が、ね、再審請求中だったと明らかにしたと。中川事務局長は事実上廃止している国も含めると死刑廃止国は144に上ると。関係ねえよそんなもん。なぜ世界の7割がなくていいという制度を日本は続けているのかと批判したと。それが他のね、このよそのこの欧米とかさ、ね、まあ他の東南アジア諸国とか、ね、他の国に比べたら、ね、この犯、ね、この重犯罪率とか、まあ別に重くなくてもいいかな。まあ犯罪率とか、例えばこのとっ捕まってぶち込まれて出てきてもこの再犯率とか、その辺がこの低くね、昔に比べればもう日本国内でも増えちゃったところがね、もう目立ちますけども、それでもよその国欧米なんかと比べたら、ね、全然まだね、マシなわけでしょ。は何なのかって言ったら、そこら、ね、その辺の国なんかとは違うからじゃないですか。ね、人も違うし制度も違うからっていう、そこは無視してんですよね。うん。で、死刑制度廃止した国では、ね、この殺人事件とか、うん、そういうのはこう低く抑えることってできてんの？できてないでしょ、どう考えたってさ。で、NPO 法人、韓国人権センター、僕から言わせればもう犯罪に手を染めたやつに人権なんかないと思ってますけどもね、の代表の、なんかやっぱりこの弁護士か。法務大臣は加藤死刑囚が再審請求中だったが記者会見で答えなかった。こうしたことを隠したまま死刑執行するのは説明責任を尽くしているとは言えないと訴えたと。やかましいわ。うん。ほんでなんかこの法曹界ってもう腐りきってんな、ここはここでね。うん。いや、犯罪者だぞ。ね、罪を、ね、犯罪者のためにああでもないこうでもないするんだったら、ね、実際にこの犠牲になった人、ね、その遺族のために汗かけよ。うん。何考えてんだ？本当に毎回思うけど。まあこれについてはね、賛否両論いろいろ残念ながらあるのは知ってますんで、まあ僕個人の考えとしてはね、うん、死刑制度廃止なんてもう言語道断ですよね。もう論外も論外。だって世界の何割が死刑を廃止してるとか何の関係もないですからね。だってその理屈で言ったらさ、じゃあ例えば世界中の憲法で軍隊を認めていないのは日本だけですからね。日本の大多数の国民は死刑維持派だと思いますよ。ね、人の命をね、うん、特に何の理由もなく、ね、ただなんか人の命を奪いたかったなんてわけのわからんザレ言吐いて奪っていくようなやつを、ね、死刑にすべきです。ね、被害者のね、無念を晴らすことにね、集中して何が悪いって話ですよ。ね、そんなふざけた人の命奪いまくって、傷つけまくって、ね、そんな精神鑑定いらないですよ。ね、問答無用で、その場で始末されても僕は当然だと思ってますんで。うん。それのどこが悪いんだよって話ですよね。うん。ね、やたらめったら、ね、こんな秋葉原の通りでさ、ね、確かお休みの日だったじゃないですかね。日曜日とかじゃなかったっけ？うん。何の罪もない人が、ね、ある日突然バタバタと命を奪われて、ね、うん、でとっ捕まったやつは再審請求、うん、冗談も大概にしろよって思いますけどもね、うん。でまあ、死刑執行はね、まあ、ご存じの通り法務大臣 の、ね、この命令によりますよね。でこの判決確定の日から、ね、この6ヶ月半年以内にこれを、ね、執行しなきゃならないっていうルールがあるんですよね。これ結構あの知らない人多いのかな。今でも生かされてる連中は、ね、そもそもが、ね、死刑執行しなきゃいけないのに無駄にね、うん、引き延ばしてるのか、ね、なんかもう判を押したくないのか、ね、この法務大臣担当した人は、ね、このなんか自らのこの汚点だと、ね、この勘違いしてるのか分かんないですけども、これ法律、ね、この死刑し、半年以内に死刑執行しないのは、この法律に違反してる状態ですからね。法務大臣からして。うん。だからもう片っ端が、今何人いるんでしたっけ？死刑執行待ちの死刑囚って。もう片っ端から死刑執行すべきなんですよ。ね。で、それやれねえんだったらもう法務大臣なんかなるなよ。うん。って思いますけど。うん。だってもう死刑執行、ね、死刑囚だけじゃないですけども、もう更生の余地がないんだからさ、ね、犯罪に手染めたやつなんか。うん。ね、被害者及び社会に大きなね、うん、この痛み、遺恨をこの残すような犯罪者、ね、なんでわざわざ税金使ってね、飯食わして養ってやんなきゃなんねえんだよって、単純に疑問じゃないですか。うん。ね、大量に人の命を奪って、全く無関係の一般人を一方的にね、この殺め、傷つけることが、なぜ許されなきゃならないんでしょうか。犯罪者に人権なんて問う必要は僕はないと思いますけどもね。うん。だったらですよ、
ね、だったらこのなんか人権だなんかがこの弁護団体とかなんかこいつらは、ね、この例えばこの痴漢とかの冤罪を減らす運動に力注いでこいよと、ね、うん、じゃなかったらもう、ね、犠牲になった人、ね、遺族の方、ね、この傷んでまだこのね、うん、あの苦しんでる方のケアに回れよ、うん、なんで犯罪者なんだよ。だからもうこの日本の法曹界も、ね、この相当やっぱり腐れてますよね。ここもやっぱりね、うん、日本人以外の、ね、どこぞの、ね、誰かに入り込まれてむちゃくちゃやられた結果だと僕は思いますけどもね、うん、弁護士やっぱ増やしすぎだよね。いらないよ、うん、よくわかんないおかしな弁護士が増えすぎだよね、うん、まあ日本のこの法曹界もねきっちり、ね、この海を出すべきだと思います。じゃないといつまでたってもこのわけのわからんこうね、うん、変な声が上がり続けると思うんで邪魔ですよね、うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。